はい、はい、どうも、もちぶりです。てことで、今日はですね、週間 FP 当たり選手ランキング、やっていきたいと思います。いや、今週もめちゃくちゃメンテ開けるの早いですね。まだ15時半なんですけれども、すでにメンテナンスの方を開けておりますということで、今週も結構面白いガチャ来てるんで、徹底解説やっていきたいと思います。まずガチャの方見ていきましょう。まずこちらですね、ハイライトガチャパートナークラブということで、こちらバルセロナ、バイエルンミュンヘン、マンチェスターユナイトから無料で引けるガチャが、今週も1回無料で引くことができます。こちらですね、ショータイム J リーグマンスリー MVP ということで、なんとね、J リーグのショータイムガチャが来ております。まあ、これもね、他の動画で見ていけたらなと思います。そして今回やっていく週刊 FP、 そしてさらにこちら POTW の CL ですね、ヨーロピアンクラブチャンピオンシップということで、なんとチャンピオンズリーグの週刊 FP も来ております。去年も来ていて今年も来るかなっていうねところだったんですけれども、なんと今回も来ておりますということで、こっちもねめちゃくちゃ熱くなっているんですけれども、今回こちら週刊 FP の当たり選手ランキングベスト5やっていきたいと思います。ではまずね、今回全体見ていくとこんな感じのメンバーになっているんですけれども、まあケイン・コロマーニとかね、三笘選手も来てますね。あとはキーラントリッピアとかね、アルバロモラタとか来ているんですけれども、個人的に総評からいくと、まあ正直ね、週間は若干微妙かなといった感じがしてます。個人的にはこっちの週間引くならもう一個のチャンピオンズリーグの週間引いた方がいいんじゃないかなと今のところ思ってますね。まあ、もちろんいい選手もいるんですけれども、個人的には先週の方がいいガチャだったんじゃないかなと思います。まあそれでもね、プレイスタイル変更とかスキル追加とかね、熱い変更が来てるんで、よかったらランキング最後まで見ていただければなと思います。ということで、週間 FP 当たり選手ランキングベスト5やっていきましょう。はい、てことで5位はこちらスティーブン・エウスタキをですね、5位に選ばせていただきました。こちらの選手ポルトから登場ということで、 DMF の選手なんですけれども、結構悪くないなと思ったんで選ばせていただきました。身長178センチ、利き足は右利きなわけなんですけれども、プレイスタイルがボックスというボックスですね。 CMF と DMF ができます。能力値見ていくとこんな感じで、この選手はね、全体的にこんな感じでバランスがいい能力してますね。まあこれでスカットに入れてプラスにしてくると結構強いんじゃないかなと思います。一応ね、一番高い数値がこのグランダーパスで91までいきますね。フライパスも87までいきますと。ドリブルの力士もね、ボールコントロールだけ82までいっていて、決定力も70は一応超えてますね。で、ディフェンス力も意外とあるということで、ディフェンスで77、ボールダッシュが82、アグレッシブネス76、守備意識が88ですね。で、スピード瞬発がスピード75、瞬発が73ということで、こんな感じで本当に全体的に、バランスがいい選手かなと思います。で、逆足の頻度が普通精度が高い、波が小さいということで、まあ、逆足が使えるのもいいポイントですね。そしてこの選手ね、能力値もバランスいいんですけれども、スキルがね、かなり優秀です。ヘッダーワンパス、ルーパス、バックスピンロブ、低弾ドロブ、マレーシア、インターセプトブロッカー、スライディングタックル、闘争心ということで、スキルもね、攻撃的なスキルも守備的なスキルを持っております。まず攻撃的なスキルだと、このワンタッチパス、スルーパスですね。このスキルはね、前線でかなり役に立つかなと思うんですけれども、ディフェンス系のスキルでもね、インターセプト、ブロッカー、スライディングタックル、闘争心ということで、個人的に中盤でこのブロッカーとインターセプト、これ持ってるのはめちゃくちゃいいポイントかなと思いましたね。まあ正直めちゃくちゃ強いとは言えないかなというふうに思うんですけれども、全体的にバランスがいい能力でスキルも優秀ですし、 CMF、DMF ができるということで、まあ今週見たくてライブアップルと A であれば使えるんじゃないかなと思います。まあずっとガチから入ってくるかっていうのは微妙でありますけれども、今週限定だったらね、スカットで使うのも全然ありなんじゃないかなと思います。よかったらね、あなたが使ってみてください。はい、ってことで5位がスティーブン・エウス・タキオでした。続いて4位見ていきます。はい、ってことで4位はこちらハリー・ケインですね。4位に選ばせていただきました。今回一番総合値が高い選手、ケイン・バイルンから登場ということで、個人的にね、今回ケインプレイスタイルが変わっていて結構悪くないんじゃないかなと思っております。身長は188センチということで、毛足は右利きなんですけれども、なんと今回プレイスタイルがボックスストライカーに変わりましたということで、これはね、個人的にはかなりいいプレイスタイルの変更なんじゃないかなと思います。まあ、今作からね、ボックスストライカーも強化されたということで、やっぱりね、裏抜けしてくれるケインが見れるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいですよね。まあ、以前まではね、リンクフォワードだったんですけれども、結構リンクフォワードって好みが分かれるプレイスタイルかなというふうに思っていて、僕個人的にはね、あんまり使いこなせてないんで、このプレイスタイル変更はめちゃくちゃ嬉しいなと思います。能力見ていくとこんな感じで、相変わらずね、オフェンスがめちゃくちゃ高いです。94まで上がってますね。ドリブル能力値は若干低めで、全部70台です。で、グランダーパス、フライパスはフライパスだけ8乗っかっていて、決定力95まであるということで、これはかなり高いですよね。めちゃくちゃシュート決めてくれるんじゃないかなと思います。ヘディングも80までいって、スピード瞬発はスピード71、瞬発が63ということで、これがね、もう少しだけ早ければ、せめてね、瞬発が70台とか乗っかっていれば、まだね、僕個人的にもまあ10位上げてもいいかなと思ったんですけれども、さすがに瞬発
先発遅すぎるかなって感じがしてますね。フィジカルコンタクトは81まであると。で、スタミナも81まであって、ボディコンはかなり低いんですよね。なんで使用感はまあ重いんじゃないかなと思います。逆足の頻度が高い、性能が高い、波が小さいということで、逆足が使えるのはいいポイントですね。で、スキル見ていくと、ジクラターン、ヘッダー、コンカ、ドロップシュート、アクロバティックシュート、ワンシュー、スルーパス、PK キッカー、エアバトル、キャプテン C ということで、相変わらずね、ダブタ持っていないんですけれども、スキル面は普通に、まあ、優秀なんじゃないかなと思います。ワンシュー、スルーパス持っていて、コンカ持っていて、エアバトルを持っているということで、まあ、スキル優秀かなと思うんですけれども、さすがにこのボディコンの低さと、この瞬発の低さ、これは結構目立っちゃうんじゃないかなと思います。まあでもね、今回プレイスタイルが変わって、ボックストライカーになったということで、個人的にはね、かなりそれだけでも評価なのかなというふうに思うんで、よかったらね、新たな方は使ってみてください。はい、ってことで4位がハリー・ケインでした。続いて3位見ていきます。はい、ってことで3位はこちら、ドメニコ・ベラルディですね。3位に選ばせていただきました。個人的にはこの3、2、1はね、結構強いんじゃないかなと思っております。見ていきましょう。ベラルディが身長183センチ、利き足が左利きということで、右サイドハーフ登録の選手なんですけれども、まずプレイスタイルがチャンスメーカーということで、ST、右ウィング、右ハーフができますね。まあ、個人的にはこの右サイドハーフできるの結構希少ですし、いいポイントなんじゃないかなと思います。で、能力値見ていくとこんな感じで、ドリブル能力値は88まで上がってますね。オベセは78、ボールキーパー79なんで、スカッツ入れてあげればね、プラスにされて8を乗っかってくるんじゃないかなと思います。パスも結構上手くて、決定力も83までありますね。そして、スピード瞬発がスピード85、瞬発が87と、そしてキック力も80まであって、フィジカルコンタクト70、ボディコンが76、スタミナが78ってことで、まあ、この選手もね、全体的にかなりバランスがいい能力値してるんじゃないかなと思います。まあ、スカットに入れてあげればね、ドリブルも90乗っかってくると思いますし、個人的にはパスが上手いのもいいポイントかなと思いますね。瞬発も90付近まで上がりますし、まあ、普通に強いんじゃないかなと思います。逆足の頻度が普通、性能が高い波が普通ということで、逆足も使えるのいいポイントですね。そして、スキルがかなり優秀です。ルーレット、コンカ、ミドルシュート、ワンシュー、ワンタッチパス、スルーパス、ピンポイントクロス、アートスピンキック、PK キッカー、マリーシアということで、いや、この選手もダブタめちゃくちゃ欲しいなって感じがしますね。正直ダブルタッチがあればね、もう一個順位上に上げてもいいかなと思ったんですけれども、ダブタついていないと。まあ、それでもこの選手スキル超優秀ですね。ルーレット、コンカでシュート系のスキルで、ミドル、ワンシュー持っていて、ワンパスルーパー持っていて、ピンポイントクロス、アウトスピンキング持っているっていうね、本当にダブタ以外は言うことないんじゃないかなと思います。これはめちゃくちゃ優秀ですよね。まあ、ポジション適正的にも悪くないかなと思いますし、能力もね、全体的にバランスがいいんで使いやすいかなということで、今回は3位に選ばせていただきました。間違いなくね、使用感もいいと思いますし、獲得したらね、ガツクに入ってくるんじゃないかなと思います。はい、ってことで3位がベラルディでした。続いて2位見ていきます。はい、ってことで2位はこちら、コロムアニですね。2位に選ばせていただきました。来ました、コロムアニと。ということで、個人的にはね、コロムアニかなり強化されているんじゃないかなと思っております。見ていきましょう。パリ・サンジェルマンから登場ということで、身長は187センチ、利き足が右利きですね。そして、なんとプレイスタイルがラインブレーカーということで、コロムアニもね、これまでリンクフォワードだったんですけれども、ライブレーコロムアニになりました。これはまずね、かなり強化なんじゃないかなと思います。できるポジションは CF のみといった感じで、そして、能力値見ていくとこんな感じですね。まあ、ドリブル能力値も一応ね、全部8乗っかっていて、オフェセンも87までありますね。グランダーパスもスカットに入れてあげればね、8までいきますし、決定力も87ということで、ここだけ見ても結構いいんじゃないかなと思います。で、スピード瞬発がスピード87、瞬発が86ということで、これも結構高めでいいですよね。キック力も77までいきますし、ジャンプも82まであって、フィジカルコンタクトも75あるということで、足元の数値もね、悪くないんですけれども、空中戦も強いということで、これもかなりいいポイントだと思います。逆足の頻度は高い、精度が普通、波が小さいということで、この選手も逆足使えますね。そして今回なんとコロムアニはこちらダブルタッチが追加されましたと。これめちゃくちゃでかくないですか。コロムアニがダブルタッチできて、いや、それだけでもめちゃくちゃいいと思うんですけれども、しかもね、ライブレになっているということで、これは結構熱いんじゃないかなと思っております。アシュラヘッダー、ライジング、アクロバティックシュート、ワンシュー、ワンパス、ルバピンポイントクロス、チェイシングということで、ダブルタッチ以下のスキルもめちゃくちゃ優秀ですよね。これヘッダー、ライジング持っていて、ワンシュー、ワンパス、ルバピンポイントクロスですからね。まあ、アートスピンキック持つのはね、完璧だったかなって感じがするんですけれども、まあ、それでもかなりスキルもいいんじゃないかなと思います。アシュラー持ってますね。まあ、個人的にはね、思ったよりこのドリブルの能力値高いなっていうふうに思いましたし、意外とパスも上手くて、しかもラインブレーカーでダブルタッチが追加されたということで、間違いなくね、過去最強のコロムアニなんじゃないかなと思います。この選手はね、今週大当たり枠なんじゃないかなと思いますね。
はい、ってこと2位がコロムアニでした。続いて1位見ていきます。はい、ってことで1位はこちら三笘選手ですね。1位に選ばせていただきました。いや来ましたね、待望の三笘選手ということで、これはねもう本当に全日本人ユーザーが欲しい選手かなと思うんですけれども、今回なんとあのスキルが追加されて登場しました。三笘選手身長178センチ、利き足は右利きなわけなんですけれども、プレイスタイルがなんと2列目からの飛び出しということで、これもめちゃくちゃ熱いですよね。左サイドハーフで使ってあげれば2列目で使ってあげることができると。そして左ウイングもできることができますね。もちろん左ウイングもできます。そして能力値見ていくとこんな感じで、正直ね能力だけ見ると思ったより強化されてこなかったかなっていう印象はありますね。ドリブルは91まであって、グランダーパスは78までいくと、フライパスも77、決定力は81といった感じで、もう少し上げてもいいんじゃないかなっていうね感じがしたんですけれども、スピード85、瞬発は93ということで、この瞬発はねかなりいいんじゃないかなと思います。ボディコ83、スタミナが77ということで、まあ、全体的にね普通に悪くない能力値かなというふうに思うんですけれども、逆足の頻度が普通、精度が高い、波が普通という感じですね。そして今回の三笘選手、やっぱり目玉のポイントはここですよね。なんと今回こちらスーパーサブが追加されましたということで、これはかなり熱いんじゃないかなと思っております。まあ、間違いなく現環境でもトップクラスに強いスーパーサブなんじゃないかなと思います。もちろんねショータイムの三笘選手で持っている方はね、まあ、そちらもいい感じもするんですけれども、まあでもねこれからさらに能力力士がねスパサブで上がってくるとなると、まあ、結構ねこれは魅力的なんじゃないかなと思っております。でスキルがね他にもシザースダブルタテらしく持っていて、足裏を持ってるんでダブルタテらしく足裏コントロールで特殊ダブルタ持ちですね。でヘッダー持っていてワンショアートスピンキック持ちというわけで、まあスキルも普通にいいんじゃないかなと思います。特殊ダブルタスパサブワンショアートスピンですからね、かなりいいと思いますね。まあ三笘選手はね本当に使っていて勝負もめちゃくちゃいいですし、これ後半から入れてあげたらね、まあ、今週のスパサブの中ではトップクラスに強いんじゃないかなと思います。まあ、左ハーフもできて、左ウイングもできて、しかもねプレイスタイルも2列目からということで、ここもかなりいいポイントかなと思いますね。希少性も含めて今回1位に選ばせていただきました。これはね間違いなく今回ね大目玉なんじゃないかなと思います。はい、ってことで今回は週間 FP 当たり選手ランキングベスト5やっていったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ正直で今回はまあちょっと微妙っていうかね、もちろんね三笘選手とかねコロムアニはかなり強いかなという風に感じたんですけれども、まあもっといい選手がねたくさん詰まってる週もあるんで、それと比較するとねちょっとねまあスルーでもいい週になっているんじゃないかなと思います。まあもしよければね引く際はこのランキング参考にしてみてください。はい、こんな感じでフットボールの動画毎日投稿してますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録もぜひぜひお願いいたします。それでは皆さんまた次回の動画をお会いしましょう。じゃあねー。